皆様こんにちは。私は本日司会を務めます日本郵船広報グループ報道チームの横田と申します。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日は司会の私は声のみで失礼させていただきます。それでは2022年度ドライバルクタンカーアウトルック報道関係者様向け説明会を始めさせていただきます。最初に事務的なご案内です。本日はオンラインでの実施ということで、発表者以外はマイクをミュートに設定していただけますようお願いいたします。説明後に質疑応答に移りますので、ご質問は発表者の説明が終わった後にチャット欄に会社名と氏名を書き込んでください。司会の私から順に指名させていただきます。指名された方はミュートを解除してご発言ください。それではまず日本郵船調査グループの林グループ長からご挨拶申し上げます。林グループ長、よろしくお願いいたします。調査グループ長の林でございます。本日はお集まりいただきましてありがとうございました。私ども調査グループでは毎年年末に2冊バルクアートタンカー、そしてコンテナの報告書を作成しております。今回はそのうちバルクアートタンカーの方、こちらアウトルックフォアザドライバルク&クルードオイルシッピングマーケットを作成いたしましたので、その内容についてご報告をさせていただきます。報告は担当チーム長の木村より行わせていただきます。では木村さん、よろしくお願いします。調査グループバルクエネルギー、調査チームチーム長の木村です。本日はよろしくお願いいたします。それでは早速始めさせていただきます。でまずお断りですけれども、海上入国及び船舶供給に関する数字は日本郵船株式会社調査グループが、独自に、出したものでありまして、正確性や予測可能性を保証するものではございません。さらに会員マーケットの見方に関するNYK の統一的な公式見解でないことをまずお断りいたします。本日のご報告内容です。一つ目が世界経済の概要、二つ目が潜伏需給の見通し、内訳は鉄鉱石、石炭、穀物、マイナーバルク、原油となっております。その次に3番目に潜伏供給動向、最後に事務連絡という流れで本日はご報告させていただきます。まず世界経済の概要です。こちらですね、任務権の潜伏推移と予測前提としての想定値とありますけれども、 GDP と人口について、の予測になります。こちらご覧になっていただきたいのは、まず2021年 GDP ですけれども96兆ドルと、これが31年には132兆ドル、2021年から31年の年平均成長率が 3.2% というようになっております。次に人口ですけれども、2021年が79億人、これが31年には86億人、年平均成長率は 0.9% ということでして、今後も GDP 人口ともに伸びると予測しています。ではその中でどこが伸びるんだという話になるんですけど、こちらご注目いただきたいのが年平均伸び率の場所になります。まず米国、EU、日本、およそ 2% 台ということになっておりまして、中国 3.8%、 インド 6.3%、 ASEAN5 が 6.4% と、新興国の伸びが先進国を上回るということがこれでわかります。次に人口ですけれども、こちら米国が 0.3%、 EU がマイナス 0.2%、 日本は横ばいの 0% となる一方で、中国はマイナス 0.1%、 インド 0.8%、 ASEAN5 1.9% と、こちらも新興国の伸びが先進国を上回るという予測が出ております。次に潜伏需給の見通し、まず鉄鉱石についてご説明いたします。世界全体で2021年、海上輸入量の実績ですけれども、
15.7億トン、前年比 2% の増加となりました。こちらまず右側のグラフなんですけれども、円グラフで中国がシェア 71% と大層を占めておりまして、その中で豪州からの輸入量がそのうち 62% と大きくシェアを取っているということが分かります。そして左側の方のグラフですけれども、こちらは前年との比較になりますが、多くの中国以外の国では輸入量が増えたんですけれども、中国自体は減少しまして、前年比 3.9% の減少というようになりました。次に輸出の実績ですけれども、こちらで特徴的なのは、まずブラジルと豪州で 79% のシェアを占めていますというところです。ところと、豪州が出している先は 81% が中国であるということになります。その中で、こちらの前年比のグラフで見ますと、特筆すべきポイントというのは、ブラジルが大きく伸ばしましたと、一方で豪州はほぼ横ばいということとなっておりました。次に2031年までの海上貿易量の予測なんですけれども、こちらのグラフ、青いところが中国で、赤いところが中国以外となっております。中国のパターンとしては、もうただひたすら右肩下がりになるんですけれども、中国以外ですと、2023年、来年までは伸びた後に、下がっていくというように予測しております。で、こちらですね、全体の年平均成長率がマイナス 0.9%、その中で中国、大層占めますが、マイナス 1.1% と、全体よりも、下落のスピードは速いというように予測しています。次に2031年のトレード予測、先ほどのその中国以外の部分がこちらになるんですけれども、まずこちらが輸入、そしてこちらが輸出になります。輸入で特筆するポイントというのは、全体に減って中国も減るというのは先ほど申し上げた通りなんですけれど、シェアは引き続きもちろん1位は中国となると。で、こちらの方がよりインパクトがある話なんですが、豪州のシェアが若干減りまして、ブラジルが大きく伸びていくということで、こちらはですね、4億トン強となっておりますけれども、数年前にブラジルの、バーレの、リコーダムの決壊がありまして、輸出量を減らしていたんですけど、まあ、10年後には回復しているだろうというように予測しております。次に、粗鉱生産量の、予測になります。こちら上段が2021年、下段が2031年となりますけれども、年平均成長率はマイナス 0.4% と、その中で、中国が、年平均成長率マイナス 1.2%、シェアも4ポイント低下というところが一つ目のポイント。もう一つは、EU プラス UK、インド、などは、生産量を大きく増やすというところが、特徴となっております。次に石炭についてご説明いたします。まず原料炭です。こちら2021年の海上輸入量の実績ですけれども、世界全体で 2.9 億トン、前年比 5.8% の増加となっております。こちらで、ポイントとなるのは、このインドが、大きく伸ばしているというところでございます。そして、シェアですけれども、まあ、日本、インド、中国と来てるんですけれども、これ海上貿易量の、シェアでして、通常ですと、まあ、このプレゼンの、資料の一番下の段、モンゴルからの陸上輸送分というのがございますが、こちらを足すと通常は、日本を抜いて、1位となるんですが、昨年に関しては、コロナの影響で国境封鎖等々はございまして、モンゴルの分を入れても順位は変わらず3位というようになっております。次に輸出量の実績です。こちらは豪州が大層を占めているんですけれども、行き先はインド、日本、韓国となっておりまして、中国に関しては2020年の12月から中国側が豪州炭の輸入を停止しているという状況になっております。次に31年までの予測になります。
こちらまず輸入ですけれども、大きく伸ばすのはインドということになりまして、10年間の年平均成長率 0.6 の 3.1 億トンとなるんですけれども、この中からインドの増加分をマイナスしますと、実質的には21年よりも少ない数字になるというところが特徴となっています。輸出側では豪州がさらにシェアを拡大していくということにことを予測しています。次に一般炭の輸入実績です。こちらは 9.3 億トン前年比 1.6% の増加でした。首位が中国、2位が ASEAN、 3位インド、4位日本という順になっておりまして、中国が前年比 15.7% の大幅増ということになっております。一方で ASEAN が 9.7% 減ということで、やはりコロナからの回復が遅れたというところがこちらにも出ておりまして、インドも同様で前年比 19.3% の減少というようになっております。次に輸出の実績です。こちらご覧のようにインドネシアと豪州が大層占めてますが、特徴としてはシェアは伸びず、ただし2両自体は前年比 2.5% 増というのがインドネシアが1位になったというところでございます。そしてもともと中国に出していた石炭が豪州の石炭ですけれども、こちらは日本、韓国、インドが輸入しまして、横ばいの2両というようになっております。はい。次に2031年の一般炭のトレード予測です。こちらですね、左側のこのまず輸入をご覧になっていただきたいんですけれども、その前に総量で言いますと、年平均成長率はマイナス 2.9% の減少となっております。でまずこの輸入側ですけれども、首位の中国が大きく減らしまして、5位となると予測しております。こちらですね、何があってこうなるのかと言いますと、まず一つは政策の方針の変更というか転換ですね。ここ数年来ずっと言われていることですけれども、インフラ投資からサービスの投資というところがまず一つ目。もう一つが環境対策、再エネのシェアが広がっていくであろうということ。そして3つ目がエネルギーセキュリティというところで、中国の国内の石炭生産量というものは2018年3億2000万トンだったんですけれども、21年にはこれが41億3000万トンまで増加しています。そして彼らの目標としては25年に45億トン超えというようになっておるんですが、22年、今年ですね、今年すでにこの41億3000万トンからプラス3億トンという予測が出ておりまして、44億トン強とありますので、45億トンに関しては来年ないし再来年にはもう達成するのではないかというように見ております。で一方輸出側ですけれども、首位インドネシアは変わらないんですけれども、まず国内需要の増加というところで、輸出量の制限がかかってくるというところで、量が減っていくというように予測しています。こちらまとめになりますけれども、青いものが原料炭、赤いバーが一般炭になります。原料炭は2031年までで、年平均成長率プラス 0.6%、一般炭がマイナス 2.9%、全体でマイナス 2.0% というように予測しています。次に、穀物についてご説明いたします。穀物いろいろあるんですけれども、我々は小麦、粗粒穀物、大豆、大豆カスというものを穀物として調査しております。それ以外にも米などがあるんですけど、こちらはマイナーバルクの方に入っております。まずこの赤い粗粒穀物ですけれども、2021年最大の入穀量があったのが粗粒穀物で 2.3 億トンと。そして伸び率の方で見ますと、大豆が2021年から31年までで 3.1% と、他の穀物を凌駕すると。そして、ポイントになるのはロシアのウクライナ侵攻で、
小麦、そういう穀物のウクライナの輸出量は長期にわたって停滞というふうに予測しています。まず2021年ソリュー穀物の海上入国量の実績ですけれども、アメリカが大きく伸ばしました。こちらはですね、米国からの中国に向かう飼料用のトウモロコシが増加したことが大きく影響しています。次に2031年までの予測ですけれども、2031年は2億4500万トン、年平均伸び率が 0.7%、そしてこのグラフの中の緑の箇所、こちらはウクライナになるんですけれども、大きく輸入を減らすというように予測していまして、ロシアの侵攻によって回復が長期にわたるというように予測しております。次に大豆の実績です。2021年は1億6000万トン、前年比 5.3% の減少でした。こちらでは米国が大きく輸入を落としたというところが特筆するポイントなんですけれども、この理由というのが、ソリュー穀物とは逆に中国麦が大きく減少したということは影響しております。なお輸入側ですけれども、中国がおおよそ常に6割ぐらいを取っているという状況にございます。次に2031年までの大豆の海上入国量予測になります。こちら2031年が2億1800万トン、年平均成長率が 3.1%、 そしてブラジルが全体の伸びを牽引すると、この紫の部分ですね、こちらが大きく伸びていきますということで、年平均成長率が 5.2%、 一方で輸入側では中国がさらにシェアを伸ばすというように予測しております。次にマイナーバルクについてご説明いたします。まずマイナーバルクなんですけれども、定義がマイナーバルクというものはございませんで、各社それぞれ、マイナーバルクというものを定義しておりますが、我々はこの下記の、22品目を、マイナーバルクと定義して、調査しております。昨年までは19品目だったんですけれども、今年から銅鉱石とサトウキビ酸サヤシガラ PKS を、加えております。まず2021年の実績ですけれども、合計で 15.8 億トンと、前年比 12.4% の増加で、この中で大きく伸びていますのがこの左側のこの鉄鋼品になるんですけれども、前年比 48.5% の増加と大きく出ておりますが、これはコロナの影響で2020年大きく輸入を減らしたものが元の数値に戻ったというようにご了解ください。次に2031年までの予測になりますが、19億6500万トンプラス、年平均成長率はプラス 2.2% というように予測しております。この中で注目したいのが非鉄金属、年平均成長率 3.8% と、米が大層を占めるんですが、農産品 3.1% というところでございます。次に原油についてご説明いたします。まず2021年の、生産量と消費量ですけれども、世界の生産量が46億9200万トン、前年比 1.4% の増加でした。で次に消費量ですが、48億900万トン、前年比 6.2% の増加でした。でこちらのグラフなんですけれども、赤いバーが消費、青いバーが、生産となっておりまして、例えばアジア太平洋で言いますと、消費量が、生産よりも多いということで、不足地域になるというように見ていただきたいんですけれども、こちらでは余剰地域というものが中東、アフリカ、北米、不足地域がアジア大洋州、欧州 FSU、中南米となっておりました。次に内訳ですけれども、輸入が拡大したところが欧州、インド、ASEAN、輸入が縮小したところが中国というようになっておりました。次に輸出ですけれども、輸出が拡大したのはこのその他の中に含まれているんですが、北アフリカ、こちら前年比 76.1% の大幅増でした。
一方で輸出を縮小したのが中東、FSU、北米、中南米となっておりました。で次に、2031年の、会場予測の、会場トレードの予測です。まず、2両ですけれども20億4100万トンと、前年比プラス 1.7%、輸入シェアは中国、インド、ASEANが拡大と、一方で欧州、北米、日本は縮小というようになっております。次に、輸出側ですけれども輸出シェアが伸びるのは中東、北米、中南米と、一方で、減少するのが FSU、西アフリカというように予測しております。次に潜伏供給動向についてです。まずこちらですね、竣工年別のバルカの潜伏量のグラフになるんですけれども、まあ、傾向としては2018年に、即打ちし、その後は、まあ、揉み合っているという状態でして、2022年、こちら9月末の時点の数字がグラフになっているんですけど、今年に関しては前年割れの見込みとなっております。もう一つのポイントはこちらの海運ブームの時の巡航船がそろそろ10歳を超えるので、これが大概の発注タイミングですね、これがいつになるかということがマーケットに影響するというように考えております。はい、次にケープサイズについてです。こちらのグラフ左下にありますのは先例別で、作った円グラフになりますので、こちら回して、ご参考ください。まずケープサイズですけれども、こちらございますように竣工席数は来年以降横ばい、後に減少と見込んでおります。ケープに関してはですね、高齢船の比率が、他船機よりも低いので、バラストウォーターマネジメントシステムですとか、ソックス対応による体質効果というのは、相対的に低いとものになります。次にパナマックスです。竣工席数は徐々に減少、老齢船比率が、高いので、公式の中でも一定水準の解決というのは進んでいくと。そして、差し引きで船体拡大のペースというのは過去数年の水準から、減速していくというように、予測しております。次にハンディマックスです。竣工成績数は徐々に減少、大型船より老齢船が多いので解決ペースは、上位船級よりも多いと。そしてリプレース時の、スモールハンディですね、こちら次のページ、これ要は、4万トンギリギリだったものをリプレースするときに4万数千トンといって、サイズアップの、がありますので、予測に関してはやや強めに、予測しております。次にそのスモールハンディですけれども、竣工船が減少する一方で解決が高水準で続くとということで、今後は席数が順減になる見通しでございます。次にタンカーです。タンカーはですね、竣工量は2016年あたりから一進一退で進んでおりまして、今年に関しては前年比でやや増加の見通しとなっております。でこちら紫の部分なんですけど、こちらのシングル春規制の駆け込み需要があったあたりなんですが、これらの前例が20歳を超えてきますので、今後これがどうなるかというところが、今後の指標を、左右するというように考えております。次に VLCC です。まあ、今年以降はコロナにより解決が延期されていた反動で解決が増加すると予測しております。またですね、今年前半、指標低迷がありまして、今後も竣工席数も低迷と。ということで席数は減少に転じるというように予測しております。こちら、本日ご説明しましたことを、まとめたものになります。まず潜伏需給に関してですけど、鉄鉱石は、減少、原料炭は微増、一般炭減少と、穀物とマイナーバルクは増加、原油は、引き続き堅調というように予測しています。報告、次に、最後ですけれども事務連絡で、11月14日に海運、クラブで、講演会を行います。
そして翌15日に本書アウトルックですけれども発売を開始、こちらは日本海運集会所からの発売というようになります。私からの説明は以上となります。はい、木村チーム長ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと存じます。冒頭にご説明させていただいた通り、チャット欄に会社名とご氏名を書き込んでください。司会者から順に指名をさせていただきます。指名された方はミュートを解除してご発言ください。それではご質問のある方はチャット欄への会社名ご氏名の書き込みの方をよろしくお願いいたします。はい、それでは開示プレスの藤原様よろしくお願いいたします。開示プレスの藤原です。ありがとうございます。船舶の需給動向のところなんですけれども、過去これまでにその船舶の伸び率っていうのがマイナスに転じたことっていうのはあったのかっていうのと、今この竣工席数であったり開設席数っていうのは、まあ、現時点の予測なのかと思うんですけれども、これ例えば今の船舶の新造発注の、まあ、足かせになっているような環境対応の方向性なんかが、まあ、定まってきたらこの数字っていうのは変わってくるのか、あるいはそれも踏まえた上での数値なのかっていうところも含めて、教えていただけるとありがたいなと思います。よろしくお願いいたします。こちらですね、まあ、将来どういう燃料を使うのかというところがまだ定まってないということで、その発注する側の、リスクというものがございます。それを、まあ、そのままの状態で、受け止めて作った数字というようにご理解いただければと思います。ありがとうございます。あと船舶の伸び率がこのマイナスになる、25年のマイナスっていうのはこれまでにもうそういった過去にそういったことがあったのかっていうのは何かお分かりになったりしますでしょうか。すいません、私はちょっと分かりかねます。例外的な年ですけれども、マイナスになった年というのは特に小型船型とかでは過去にございます。その意味では竣工と開設のタイミングが重なりあって、減るということは、まあ、必ずしも一般的に起きるわけではないですけれども、まあ、起きたことがあることとご了解いただければと思います。ありがとうございます。はい、他にご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、日刊工業新聞の小川様よろしくお願いいたします。はい、聞こえてますでしょうか。はい、聞こえております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。鉄鉱石のところで、2031年の需要予測のところですが、全体として輸出量、輸入量とも減ってると思うんですけれども、これはどういった要因なんでしょうか。まずはですね、まあ、輸入側のが主な原因なんですけれども、要因なんですけれども、中国が、輸入量が減ると。いうことで全体のマーケットが小さくなっていくというところが最大の理由となっております。それはどういった要因なんでしょうか。それは先ほど申し上げたようにですね、石炭のところでまず政策の転換でインフラ投資というものが今後あまり多く見込めないというところが大きいかと思います。あともう一つ付け加えますと、鉄鉱石につきましてはリサイクルの率が上がってくる、スクラップの利用率が上がってくるということがございます。中国ここまで鉄鉱石を、失礼、そこを随分使って貯めてまいりまして、そこら辺が、まあ、スクラップとして出てくる、自国で使い始めるという時期になってきている。で、中国自体もCO2 排出削減、そういった状況がありまして、スクラップの利用率を高めていこうという政策をとっている。このスクラップの利用率を高めていくという
ことが、そこを鋼材の需要の中で鉄鉱石から作る鉄の比率を低めていく、そういうふうに聞いてくる部分もかなりございます。まあ、鉄鉱石 の輸入量自体はもう、ピークからもう減少に転じるという理解でよろしいでしょうか。はい、そのような理解をしております。はいはい、ちなみにピークがいつということはあるでしょうか。2021年が、ピークになっておりまして、そこから減少というようになっております。これだと23年見込みですかね。中国が2000もうピークを過ぎた、はいはい、そして世界全体としては2023年がピークとなっております。わかりました。すみません。はい、小川さんありがとうございます。ごめんなさい、もう一点すいません。他の、輸入量が伸びてその他の国というと具体的にどこになるんですかね。こちらですけれども、輸入がですと、この、日本、EU27+UK、韓国が、まあ、ありまして、まあ、それ以外その他というようになっております。ありがとうございます。はい、小川様ありがとうございます。それでは、日本海事新聞の、鈴木様よろしくお願いいたします。日本海事新聞の鈴木です。よろしくお願いします。2021年の原油の輸出なんですけれど、中東が減ったのはOPEC プラスの減産の影響ということでよろしいでしょうかというのが1点と、あと北アフリカが輸出増えたということがあったと思うんですが、そちらの理由をもし何か分かりでしたら教えてください。以上です。まず最初のご質問については、はい、ご理解の通りでございますが、すいません、2つ目の方は主要因、申し訳ございません、分かりません。あ、承知しました、ありがとうございます。はい、鈴木様ありがとうございます。あとご質問ある方は、チャット欄の方への書き込みをお願いいたします。はい、テックスレポートの西脇様よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。聞こえておりますでしょうか。はい、聞こえております。ありがとうございます。原油の方で聞かせてください。ロシアからの輸出っていうのが31年に向けて減少する、まあ、その輸出先が限定されるというふうに予測されていると思うのですが、こちらの部分、これまでの輸出先っていうのと今後の輸出先っていうのの何か見通しのようなものがあれば教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、こちら FSU の中にある、まあ、ロシア、アゼルバイジャンとも入ってるんですけれども、ロシアに関しては今まではヨーロッパ、EU ですね、へ輸出していたというものが、今後中国ないしインド、東南アジアというような方向に輸出されていくと。ただし、いつまでそれをやるのか、またどれぐらいの量を輸入するのかというところは、対アメリカに対する姿勢の問題等々ございますので、その状況により、まあ、それ自体は上下するのではないかなというように考えております。承知いたしました、ありがとうございます。はい、西脇様ありがとうございます。お後ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。あ、はい、それでは造船ニュースの森様お願いいたします。造船ニュースの森でございます。船齢、まあ10歳以上の船が、まあ、増加してまして、発注のタイミングを探るということなんですけれども、この状況、まあ、この 2,3 年、
アウトレックの席上で発表されてますけれども、発注のタイミングが前倒しになるのか、今後どんどん後ろ倒し、当初の予定では、2020年代中盤ぐらいに、発注のタイミングが来るという見解を、調査チームの方では報告されてましたけども、これが中盤より前になるのか、もっと後ろ倒しになってしまうのか、その辺の見解についてちょっと聞きたいです。まずですね、発注のタイミング自体は、現状とあまり変わらずなんですが、実際に船が竣工してくること自体が、遅れていくのかなというように、現在は見ております。特に中国ですね、竣工がどんどん遅れてまして、一部のコンテナ船は先週は意識的に竣工を遅らせているというような状況で、船台が埋まっておりますので、結局その影響で、遅れていくというように、考えております。ありがとうございます。はい、森様ありがとうございます。他にご質問の、ある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、それでは、他に、特にですね、ご質問が、ないようでしたら、少々時間は早いんですけれども、これで本日の2022年度ドライバルクタンカーアウトルック報道関係者様向け、説明会を、終了させていただきたいと存じます。それでは本日はお忙しい中ご参加いただき誠にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。